韓国からデュースのお二人です。おめでとう。しかしね、今日二人ともね、SD 君はですね、何いかがでちょっと腰が痛いと、ジェイ君はちょっと歯が痛いから歯腫れたりなんかして、ね、それじゃあ今日もアジアンビート始まるよ。これどういった番組か知ってる？知ってますよ。アジアンビートでしょ。それもちろんそうやけど、こんな日本語ペラペラ喋るとね、でんですね。普通のなんかでも日本のね、なんか兄ちゃんっていう感じがして、兄ちゃんですか、すごいなんか親近感が湧くんですが、だって前代々木上原に住んでたらちょっとリアルに、リアルだね。この人が変な人ですよ。あ、知ってますなんかいきなり出てくるっていう。そうそうそう、さっきも消えてましたね。もう消えたり出たりね。でも今日まさかね、おしっこ行った後、いきなりそれが本当にオンエアされるとはね、時間がありませんからね。わかりました。それじゃあとにかく早速ね、今週のランキングの方、ランキングまず10位と9位。いやいやいや、来ました。10位が初登場、中国のダダワということ、まあすごい人がね、中国の本格派歌手ということでね。でも2人ともビデオ見ながらボロクソ言ってましたからジジイだなんだ髪洗ってねえんじゃねえか、ボロクソ言ってませんよ。めちゃくちゃのこと言ってますけどねこれね、ダダワはボーカルのダダワと、チュー・チョチンとホー兄弟のユニットなんですって。あ、そうなんだ。うん、中国またこの、なんていうんですか、4000年のあれじゃないけどね、その神秘的なね、神秘的ですね。あれが音楽自体が神秘的、神秘的よ、すごいですね。とったんうまきわんって、うまきちょくろ、釘沼、ブラックミュージック。ちなみにユウスケ君がミュージシャンっていうのは知ってますか？ミュージシャン、ああ、すごいですね。あのね、メキシカン、歌手、歌手、どうかな、メキシカンって何なんメキシカンって、ノーノー、やめてた、いつに、すみません、あいもあれよ、ラテンロックやって、もう頭はロックしてますから、これいいね、でもね、歌は下手なんですよ。アジアグラスアッパー、さっきなんかこれゴタゴタした中でなりましたから、はい、ちょっとここでちゃんとじゃあ自己紹介の方、うん、こんばんは皆さん、私はデュースのヒョンドウです。日本語わかりません、すみませんすごいすごいすごいなすごいすごい。さあ、お隣は、うん、皆さんこんばんは、僕はデュースのキム・ソン・ジェです。歌って踊ってめちゃくちゃかっこいいあのデュースも韓国でもずっとヒットチャート1位ですからね。1位ですよ、もうニュー、一番新しいアルバムなんか120万枚、はい、なんか言ってんですかね、このこと、一応言ってたじゃないですか、僕ら実は解散すると、いきなり、いきなり、まずね、今週も最初に済ませておいて、他いろんなことをね、それで笑っちゃった方がまだ、もう笑い飛ばした方がその方が気軽でいいですよね、気軽でいいと思って。개인의재능을해체를함으로써더개발할수있지않을까하는생각이고김성재군과저는옛날부터친구니까각자의길을가면서도서로도움이될수있는부분은도와주면서예자주만나서술도마시고그렇게하면서지낼예정입니다発展的な、そうですね、発展的な解散ですね。解散、2人はもうずっと友達同士、うん、そうですね。でもやっぱ韓国のファンの人たちやっぱすごいビビってんでしょ、やっぱびっくりしてますね、みんな信じてませんよ。だってね、あれデビューはいつ？デビューは3年くらい経ちましたね。もういや3年くらい経ったとか言ってるけど、デビューです、まだ3年ですよ。そう、3年でここまで来た。ある意味今一番油が乗りに乗ってる時っていう感じがね。そういう時に解散した方がまだいいと思って、うん、もし人気ない時解散なんかしたら、人気なくなったから解散とかね、そんなことしたら見向きもしませんよ、みんな。なんかかっちょ悪いからね。かっちょ悪いですよ。でもね、旗から見ててね、すごいなんか粋な感じでかっこいいですよ。うん、J なんかは
校なんかもこれ自分でデザインするらしいですよ、はい、今日の学校もこれ自分でデザインする、はい、そうですね。でも今日のはあんまし神経使ってませんねどういう意味ですか。あのね、日本のね、そういったクラブと韓国のクラブっての違いっていうのを、オリジナリティ는일본사람들이더많이갖고있고한데평균적인재능은한국사람들이기술춤추는것이라든지기술습득이나응용이더예쁜것같아요한국사람들이아ついついね日本の場合はやっぱりあの真似と言いますかね。そうですね。まず真似から入ると。でも普通ダンスとかは真似から入った方が早いですよ最初は。そうですよ。あ、そうなんだ。あ、そうです。真似から入ってその次の段階で自分のオリジナリティを出していく。出していく。そっちの方が早いですよ。だから、うん、自分がちゃんとしたダンサーとかそれになろうと思った場合は、うん、そう努力すると思いますよ、うん。そのちょっと好きな女のタイプとか。そうあるんだ。ちょっと。そういうのちょっと。얼굴이작고。顔が小さくて、顔が小さくて、날씬했으면좋겠어요。痩せてる、痩せてて、ほっそりして、ちゃんとしたボリュームある体がいいみたいですよ。じゃあこの文稽古みたいなこれどうだろう？ね？ほらほら聞かないでしょ。あ、僕に聞いたんですか？なんか汗拭いてますよ。よくわかった。いいです。まだもう皆まで言うな。皆まで言うな。頭きたもう紹介しない。ここまでね来たらもう紹介しなくても全然目立ってますから二人とも。文恵子とこのデュースってこれなんで友達なんですか。友達じゃないよね。チンガの兄貴。友達じゃありませんね。そうですよ。知りませんよ。知らんか。こんな女知らねえと。別に知りたくはありません。知りたくない。どうもすみません。ソテツアイドルと友達。はい。先輩。先輩ですね。ソテツアイドルとあとデュースこの二組が一緒にいたりなんかしたらもう大変じゃん街なんか歩けなくて。歩いてますよ。何をじゃない。何ぞ糸も簡単に。僕は簡単ですよ。頭なんか簡単ですよ。歩いてるもん。あとこの。HD のファンはなんかわかんない過激ですよすごい過激ドラーデュースだーとか言いますドラーデュースだドラー怖くなってますよで前に来たらこんにちはとか言ってますけどあ本当にすごい過激ですけど僕のファンの場合はこんなになってますよ隣であんた誰とかジェイジェイとか言ってますよジェイとかそうそうですねユウスケさんのファンはえユウスケさんサインしてください。いや嘘ですけどね。さあ、そうですね。あの SOS の新曲がですね、ランクインしてきました。このあの SOS と金城武ってこれはあの二人とも知ってる？顔はすごいですね。なんか顔の表情がちょっと豊かでね、金城ちゃん。演技の勉強もやってるらしいからね。うまいと思います。あとあの7位の金城武史チンチェンウーっていうのは向こうで彼もね日本語ペラペラでねああそうですかこれで来てくれてまた結構めちゃくちゃにして帰っていたけどエッジで知らないこの人は知ってますチンチェンウーグムサンムグムサンム韓国에서도조금알고있어요韓国でも少し知ってる人がいますでもなんかこうやって見るとね、HG 何年知ってんですよ。そうね。ジェン何も知らない。これでちょっと一休み。さすがにジェン疲れましたからね。ちょっとまあコーヒーブレイクって入ってるのこれウーロン茶なんですよ。何がコーヒーなの？まあそう硬いウーロン茶だね。ということで実はね、何なんですかこれ？今日あのデュースのお二人がとっても美味しいという自分たち好きなものをぜひユウスケさんに。はい、よろしく。じゃあオープンセサミ。美味しそう。さっき下にあったやつじゃないかこれ。なんですかその顔はプレゼントなのに。待ってください。喜んでください。わざわざ持ってきた。青唐辛子に赤唐辛子を。要素数が。もちろん。선물인데안먹으면실례라고좀하죠프레젠트프레젠트だから食べなかったら失礼예그러니까怒ってますよなんか食べたくなるさから謙虚おお
でも AD 普通の人と違うぞちょっと ご飯お願いします。何かがでもね、何でもない顔してますね。普通の人間と違うよ。本当に辛くない、全然大丈夫だって言ってる、うん、いただきます。うわどうしたんですか。こんな本プレゼントでしたね。何がコーヒーブレイクだ。ブレイクどころじゃなくて一番辛かったこれ、ね、続いてランキングに参りましょう、うん、じゃあ次はですね6位5位4位です。いや2人なんですよねデュースって。そうです、ね、あのやっぱりデュースってねフランス語のアンデューノっていう2人の意味で、それを英語で呼んだんですよ、うん、デュース。これ今やっと分かりました。なんか他にも何かいるのかなって毎回ねいろいろな人が出てバックダンサーちゃんと名前ありますよ。ポーゼポーゼ、本当はパーシーですけど POSSE ですけど、それをポーゼって呼んじゃった。ポーゼ、僕たちもドゥだけどデュースって呼んじゃうから。ああ、そうなんだ。ちょっと楽しくありませんね。10秒リクエスト、札幌市の手塚さんからです。ブンさん、ユウスケさん、こんにちは。こんにちは、こんばんは。こんばんは。あの老太王さんが獣の肝を食べるシーンがあったそうなのですが、気になって仕方がありません。お願いです、かっこいい老太王さんの肝を食べるシーンを見せてください。香水心事浮动，无爱是深情比酒浓。どこがリクエストですか。これよくわからないですけどね。じゃ次のリクエストなんですが、神奈川のですね梅沢真由美さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ジュビリクエスト、彼女はですねずっとあのカナダに行ってた、留学してたらしくて、うん、2ヶ月前からやっとこの番組を見出したということで、まあ、今まで誰がゲストとして来たのかわからないのですが、恵子さんが一番気に入った方を10秒間お願いしますというですね。そうするとすぐこう思い浮かぶのがアーロン・コックか金城武志なんですよ。でなんかその未公開のシーンを紹介したいなと考えてる間に私思い出しまして、今すごく一番興味のあることは何ですか。あの彼のね髪の毛。千葉市の村山さんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。すごいものを食べてしまった時のゆうすけくんの切ない顔が好きです。おで、ゆうすけくんにはパツキンよりも赤とかオレンジの方が似合うと思うよということなんですが、いやと思うよ。ええ、ほんでこれリクエストなんなの。リクエストはですね、こう書いてあるのでパツキンではない髪の色を見せようじゃないかということで、おうどうすんだ、ご用意いたしました。なんだよこれ。僕スタイリストですから一応。うまいうまい。はい。そこから押せよ。今どうなってるのかな頭。素敵素敵素敵。なんだこれ。どうなってるのこれ頭。10秒間ゆうすけくんの。なんかシュワ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 と音がしてる。茶色い髪を見ていただくことになりました。いかがでしょう。何でもお答えしますので、このコーナーで、ね、細かいリクエストなどお出し。こんなリクエストやめてくれよ。みんな楽しんでいただけたかな。こんなリクエストなら金輪際やめてほしいって。みんなこの中のもっとあのブンさんの髪の毛がショートだったらいいと思う。やめてくださいよ。送ってくれたらママ切るからさ。送ってくれ。じゃあデュースの2人からトップ3の発表の方お願いします。じゃあ見てみましょう。トップ3、今日はね、進めてまいりましたか。いや、楽しかった。うん、本当に楽しかった。本当に楽しい一日でした。知らない味がおったんだよ。ええ、ちゃん、チェミソックよ。ゆすけさん、たまりや、あじょしが、ちゃん。なんで、何言ってんだろう。かわいいおじさん。ジェイ
はどうでしたか？あ、僕もすごい楽しかったです。もう僕はベラベラ言っちゃってどうもすいません。皆さんのおかげで 僕たちはこんないい番組まで出て、こんな 笑えないギャグなんか飛ばしてますけど、また応援してください。どうもありがとうございます。いやでもじゃあ最後の最後にね、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そうです、僕上手いですから。そっちも何だよ。まんま終わっていこうっていうね。そんな HD と J なんですけど、このお二人から番組にプレゼントがあります。はい、デュースの最新アルバムになるんですけど、120万枚売ったというとんでもない、これをねサイン入りで。じゃあね、番組最後いつもやるんだ。見たことある？最後にいつも始まるアジアンビート、アジアンビート。オーケー、それをみんなでやるしきたりになってんだ。あ、そうですか。だからデュースの記念に、日本の記念に立ったりしながら行きましょうか。よし。あ、ちょっとなんかさっきからすごい変な匂いがここに漂ってるけど、行こう。